マッチョ好きが集まる場所といえばもうここしかない。ちょっとマッチョ好きだな、これぐらいが。マッチョ言うてたやん。マッチョが。ああ、そういうことか。はい、じゃあ続いてのお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。今からちょっといくつか質問していくんですけど、まずお姉さんたちの学年と部活やってたら部活教えてほしいです。はい、じゃあお姉さん。教育学部2年生のソフトテニスをやってます。おー、テニス。はいはいはい、お姉さん。体育学部2年の同じくソフトテニスです。次の質問に行くんですけど、僕たち筋トレしてるんですけど、まあ例えば彼氏にするなら筋トレしててほしいか、してていらないかみたいな聞いてるんですけど、どうです？自分は別に、はい、どっちでもいいんですけど。あ、そうな、うんうん。まあ、でもやってたらやってたで、まあ、すごいなって尊敬はします、うんうん。やってるに越したことはない。そうです。はいはいはい、お姉さん。私もどちらでも大丈夫。あ、どちらでも大丈夫と。どちらでもいいということなんですけど、筋トレしてる男性の筋肉で好きな部位とかあります？興味ないみたいです。興味ない。まあまあそういう人もいますからね。ね、3つ目の質問、まあ大体多分もう答えわかるんですけど、あの今から写真見せるんで、その中で一番タイプの体型あれば、あの教えてほしいです。意外とあるかもしれない。意外とあるかもしれない。意外とあるかもしれんよ。一斉ので一番な。あのな、他ダメな理由聞きたいです、うん。ちょうどいいぐらい一番。まあ程よい。4番とか結構体のライン綺麗です、ね、かっこいいじゃない。3番とかもかっこいいけどめっちゃちょっと怖い。でかすぎる。怖い怖い怖いはちょっと仕方ないですね。自分が3番で彼が4番なんですよ。僕ら怖いということでじゃあお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。続いてのお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。まあ、今からあのいくつか質問していくんで答えてください。はい、まず最初に学年とあとやってる部活、お姉さんからお願いします。1回生のソフトテニス部です。おお、じゃあお姉さんは1回生のソフトテニス部です。これ一緒やな。一緒なんですね。自分たち筋トレしてるんですけど、筋トレしてる人好きですか？好きです。好きですか？ほんまに？めっちゃおもろい。筋トレしててほしいかしていらんかみたいな。彼氏にな。どちらかといえば、どちらかといえば言えばしてほしい。ちょっと欲しいね。ちょっと欲しいです。はい。じゃあお姉さんはどちらかといえば、どちらかといえば、男性の筋肉の部位でなんか好きな部位とかあります？腕とか腹筋。腕です。腕。おお。三頭筋。後ろ。いや、腕です。腕。なるほど。腕です。おお。ここら辺。やっぱあれかな、ね、テニスやってるから。腕見るんかな。特に右腕振った方がいいとかあるんですか？いや。そういうのはない。それはないやろ。そういうのはない。最後の質問いきます、はい。今から写真見せるんで、その中で一番どれが好みの体型かっていうのを選んでください。じゃあ、せーの。こちらです。1、2、3、4。決まりました。じゃあ、でかい声で、部活中ぐらいの声で、ここに向かっていきましょうか。じゃあいきます。いっせーので。これどうなったの？逆におもろいかも。確かに。なんて、ほんとなんて、なんて、なんて、びっくりした。でかすぎて聞こえなかった。ちょっと待ってや、まだ耳キーンとしてる。じゃあ、お姉さんは1。お姉さんは1です。1か、1か。どうすか、2、3、4はいいと思うけど、はい、一番別にそこまで。2番目は、2、3、4の中いったらどれがしますか？2か3。あ、3か、2か3かも。自分3、おぉ、3好き。3、何がいいですか？でも1がいいです。あ、位置が良すぎて。3、胸の強調激しい。分かる分かる、ちょっとやりすぎかなぐらい。なるほどね。3、胸やりすぎと、うん、胸うっさいと、うん、3です。俺は3。え、じゃあ4は4。わー、やりすぎ。やりすぎ。彼4なんすよ。4、僕です。嘘です。3はほんまです。3はほんま。皆さん細マッチョが好きということで、はい、体育ダイヤから期待してきたけど意外と普通なんですね。一組だけやったら4が好きっていうの、うん、まあ意外とみんな細マッチョが好きということで、すいません、忙しい中お時間いただいて。ありがとうございます。部活頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてのお姉さんたちに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今からいくつか質問していくんで、よかったら答えてください。学年と部活、うん、何してますかお姉さん？1回生でソフトテニス部です。
はい。おお、ソフトテニス続きますね。三連ちゃん。三連ちゃん。じゃあお姉さんは。1回戦のソフトテニス部です。お。4連ちゃん。僕たち筋トレしてまして、その男性に筋トレしててほしいかしてていらんかみたいな聞いてるんですけど、お姉さんどうですか。ちょっとしてるぐらいで。ああ、うん、じゃあお姉さんは同じです。同じか。写真見せるんで、その中で一番どれがタイプか答えてください。こちらです。ドーン。決まりました。決まりました。はい。じゃあ一斉のでって言うんで、この画面に向かってお願いします。いきます。一斉ので。2番。おー、細マッチョですね。細マッチョって言われる部類やね。3番、4番はどうですか。ここまでいらない。はっきりと言われてます。まあそれはね、ちょっとしてるぐらいでいいって言ってたんで、まあそれは細マッチョになるわな。細マッチョが好きですよね、うんうん、お時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日は大阪体育大学に筋肉についてインタビューしに来ました。めちゃくちゃいいキャラの人出会いました。めちゃくちゃいい。え、てか喋り方、関西の人じゃないですか。関西じゃないです。どこですか。愛媛。なん、嘘、嘘なん。え、嘘なん。え、大阪。高知県です。高知県。あ、なんの嘘なん。確かに。じゃあ、一つ目の質問お願いします。一つ目は、男性は筋トレをしている方がいいのか、はい、しなくてもいいのかという質問ですね。どうですか。そうです。どうですか。自分とスタイルでしょ。ちなみに私はあまりしなくて大丈夫です。え、そうなん。マジですか。あの、たまに走ってるぐらいで。ああ、じゃあ筋トレじゃなくてそういうランニングとか。あ、はい、健康的な感じ。健康的な感じ。ああ、なるほど。つめ、僕ですか。いや、もうさ、するべきでしょ。ですよね。はい。ですよね。じゃあ2つ目。2つ目はどの部位の筋肉が好きか。はいはい。じゃあお姉さんから。私はここら辺。お、前腕。前腕ね。前腕とここ。初めて出会ったの、そこは。ちなみにどこが。僕っすか。やっぱ胸筋でしょ。ん、男といえば。男性の。あ、俺男といえば胸筋やな。それぞれある感じで、はい。じゃあ最後の質問いきましょう。はい、はい、今から見せる写真の中でどのボディが一番好きか。はい、じゃあこちらです。ドン。はい、もう決まったっすか。1、2、3、4。もう決まりました。オッケー。じゃあ画面に向かってお願いします。一、せーので。4です。え、え、矛盾してない。ジョギングでこうはな、ならんぞ。何やと思ってる、筋トレのこと。ジョギングでこのくらいの体が作れる人がいいです。お、じゃあもう持って生まれた才能。人じゃない人が好きやった。ほんまに4番なんですか。はい。3どう3。筋肉をつけるならここまで行ってほしい。ああ、なるほど、ね、中途半端、はい、言ったらここはちょっと中途半端。あ、3も含めて中途半端。はい。あ、中途半端。じゃあ1はどうなんですか。細すぎっすか。1は何を食べたって感じ。なるほど。珍しいですね。でも十何人おって2、3人。2、3人か。はい、だいぶ珍しいです。本当ですか。はい、そういう答えを期待してたんで、ここ体育大学に。はい、すいません。やっていただきました。いや、よかったです。いや、よかったです。今日はありがとうございます。今日はありがとうございます。最後なんか締めてください。ぜひ大阪体育大学に来てくださーい。バイバーイ。じゃあ続いてのお姉さんたちに、お姉さんに来ていただきました。ありがとうございます。勉強中ごめんなさい。勉強中ごめんなさい。何の勉強してたんですか。公務員試験の勉強で。公務員試験、はい、何年生ですか。今3年生です。ということで今から質問していくんですけど、学年は、まあ、3年生ということで、なんか部活とかされてます。もともと陸上部で投擇やってましたけど、今はもうやめました。あ、やめたんですよ。はい。なんでやめたんですか。もう燃え尽きた。そうですね。そろそろ勉強もあるし、ちょっと違うこともしたいな。はいはい、なるほどね。高校からずっとやり投げですか。中学から砲丸投げやって、はい、で高校からやり投げです。おう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 。じゃあ投げる人生だったということで、今そんなお姉さんに質問なんですけど、僕たちその筋トレやってまして、もし彼氏にするなら筋トレしていてほしいかしていらないかみたいなの聞いてるんですけど、どうですか。まあ、絶対しといてほしいです。絶対しといてほしい。もう最高っすね。ちなみに男性の筋肉の部位で好きな筋肉とかあります？上半身やったら、まあ、もちろん腕で、下はもう大腿筋。ちょっと今まで下半身のこと言ってくれる人いなかったよ。あと太ももちゃんとつい、なんか上半身だけでかくて足細いのはちょっとチキンネックは嫌ですね。おお、そう、初めて初めて初めて言われた。最後なんですけど、今から写真見せるんで、その中で一番タイプの体型答えていただきたいです。はい、こちらバーン。
番号1234番。絶対的にもうちょい脂肪を乗っていてほしい。あーそうなんだけど、はいはい、決まりました。はい、 OK です。じゃあ行きます。いっせーので、4。おお、まあまあまあ、だってね、もう言ってましたもんね。言ってたから。選んだ理由は、全員いい感じで筋肉ついてるけど、うん、まあ、一番はちょっとお腹周り細い。はいはいはい、はい、もうちょいごつい方が、はい、で一番ごつそうに見えたんで。おー厚みが、はいはいはい、厚みだったら3番とかもあるけど、どう？3番はどうですか？キュッとなってる感じより、もっと全体的に、はい、プロレスラーぐらいの。そうですね、まあ、ある程度脂肪もある感じですね。逆算とかあんまし求めてない。求めてないですね。あで、1、2はもう論外ですか？論外とまでは言わんけど、まあ、はい、正直もうちょい筋肉あってるし、3か4か、はい、なるほど。いや、すごいっすねすごいな、4番や。ちなみに僕が3番なんですよ。おお。で、彼が4番。僕4です。すごっ嘘です。嘘です。だけど3は本番。3は本番っす。もうちょっと乗せていこう。もうちょっと脂肪乗せて。いやでもまさかね、ここで期待通りの、ほんまやな、回答が得られたんで、僕たちも嬉しいっすね。嬉しいわ。来た甲斐あったな。来た甲斐ありましたね。寒くない前に、まったかいもあった。もう結構長時間やってますよ、うん、僕ら。バリ寒い。バリ寒い。ということで、お姉さんわざわざお勉強中にありがとうございました。ありがとうございました。ほんまに。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやーほんま疲れたな。移動がエグい。移動エグいし、うん、俺ら行ったんが3時ぐらいで、もう部活直前の授業中だったんですよね。だから、全然人もいなくて、授業終わって人出てきたと思ったら、もうみんな急いで。ブワーって行くからな。ブワーって行くから、あんまりそのチャンスもなくて、結構手間かかったんですけど、検証結果発表します。8組ぐらいやったんですけど、まあ、一番多かったんは、まあ、これちょっと申し訳ないですけど、さすがに一番。一番。さすがに一番。さすがに一番。けど、顔とか NG で、画面外の女の子に聞いた時に、まあ、4番っていう子も何人かいて、全部で5票、4番が。これも異次元でしょ。すごい。すごいでしょ。これ大大じゃなかったら絶対やられてない。やっぱやり投げしてる人とか、うんうん、結構なんて言うんだろう、パワーいる種目をしてる女の子は、うん、決まって4番選んでるような傾向にあった。あった。やっぱ結構今までにない結果が得られて、僕たちも楽しかったんで。楽しかったな。楽しかったね。おもろかった。じゃあ今度はね、逆に感覚とかさ、うん、めちゃくちゃ可愛い子で4番とか選んでくれたら、もう全マッチがもちろん上がっちゃうんで、カンカン同率攻めていきますか。攻めるか。攻めていきますか。カンカン同率な。ほんまに昨日、昨日ね、TikTok を始めまして僕、まぶし指で TikTok 始めるそうなんで、皆さんチェックしてみてください。お願いします。ということで、本日は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。